パルタン教師。その通り。デストロイドとは、アニメ、超時空要塞マクロスに登場する陸戦型ロボットの総称である。変形やスピード感で人気のバルキリーが、現代の戦闘機のイメージなのに対し、いかにも鈍重で泥臭そうなデストロイドは、戦車や高射砲、歩兵などのイメージが強い機体なのですよ。劇中では移動砲台の代わりに多用され、ほぼアニメの背景と一体化していた幸の薄いロボットたちだったのですよ。とほほほほー。その中でも、一風変わった立ち位置だったのが、デストロイドスパルタンなのでございます。デストロイドスパルタンとは、デストロイドでは珍しい、近接格闘型のデストロイドなのですよ。マクロスの場合、ゼントラーディやメルトランディなど、巨人型異星人の存在が、バルキリーなどの、巨大な人型ロボット兵器が存在する理由付けになっているわけですよ。スパルタンは、巨人型異星人とのガチンコを想定した機体で、重装甲と敏捷な運動性能を両立するという、理想主義的な高性能をなんやかんやで実現しちゃった機体なのでございます。武器は、格闘用クローハンドのほか、四方のガンクラスターは、レーザー砲、機関砲、火炎放射器などで構成される複合兵装で、両肩のウェポンベイにはロケット弾ランチャー、対空レーザー機銃も装備しているなど意外に重武装なのですよ。アニメに登場したデストロイドの中では、唯一、両手が格闘戦用のアームになっており、指もあるので、バルキリーほどではないにしろ、物を掴んだり、ゼントラーディを抱えたりすることもできたのですよ本当にね。バルキリーや、他のデストロイドの攻撃をすり抜けて重要拠点に到達した敵を、ガチンコで迎え撃つってのが主な役割の機体だったってわけですよ。そのため出番自体は少なく、知名度も低いものの、ガチンコで戦闘ボットと戦う、アニメ的にも動きのあるシーンがある分、背景と一体化していた他のデストロイドよりも、ある意味、恵まれてる機体なのでございます。特に、マクロスの第34話、プライベートタイムでは、主人公の一条ヒカルが登場してたんで話題になったものなのさ。戦後統治下の地球では、ゼントラーディの不満分子による破壊活動の鎮圧用に、専用のボート鎮圧用コンボを装備したスパルタンが導入されており、ヒカルが登場した際にも、ボート鎮圧用のコンボを装備していたのでありんす。後に発売された、ガチャポン SD マクロスのおまけシールでは、スパルタン教師とかネタにされてたものなんだい。その通り。72分の1キットの値段は700円。堅実な作りが嬉しい今井製で、とにかく大きくて丈夫なキットだったんだい。当時のマクロスプラモは、バルキリーが売れ筋だった予想だよね。裏方のデストロイドは、人気薄な分、ガキンチョには入手しやすいキットだったってわけですぜ。モナカキットながら作りやすく、小学校低学年のガキンチョでも、十分に組むことが可能だったわけですよ。完成するとそこそこ大きいロボットになるんで、ガキンチョなら、大人が60分の1スケールのガンプラを、手に持ったくらいの満足感はあったものなんだい。当時、そのクラスのおもちゃを買うと数千円はするわけで、兄弟が多かった時代背景から察しても、おいそれとそんなもん買ってもらえねえのさ、当然だよねー。しかーし、700円で同サイズのトイに匹敵するプラモが入手できるわけですよ。感動の嵐。ガキンチョが買える、もしくは、じいちゃんとかに買ってもらえる値段で入手できるロボットとしては、ガンプラと並んで貴重な存在だったのだー。成型色はグリーンとクリアの2色で、デカールと接着剤がついてたもんですぜ。接着剤が全然足りねえってのはしょうがないよね本当にね。あれは触眼についてるガムみたいなものなんで、あんなのでもとりあえず入ってれば。このプラも、接着剤がいるんだな。なんてことが、ガキンチョにもわかっちゃったりするわけですよ。きっとは、説明書通りに組み立てると、塗装しにくいところがあり上がるのが困りもの。アリー製とは違いポリキャップがついていないんで、すぐ関節がへたるのも嫌あんな感じだったもんでゲスよ。当時としては、関節にアリーのポリキャップを移植したり、マスキングゾルを塗るのが定番だったものですよ。薄いビニールをカットして関節に挟むやつもいたけれど、関節部分の精度が嫌あんな感じのキットが多かった時代だけに、関節が壊れる原因になったりしたもんさね。改造の定番は、やっぱり、両肩にあるミサイルベイのカバーの開閉ギミックの再現だよね。こいつは、四方カバーの開閉ギミックをそのまま再現すれば良いだけなんで、当時のガキンチョにもなんとか再現可能だったんだい。四方も角度が限定されてるんで、内部に可動軸を追加したりしたもんでゲス。簡単なアームとかでもいいのですぜ。あとは、ボート鎮圧用のコンボの自作だよね。デザイン的には円柱パーツの組み合わせなんで、作ること自体は簡単なんだけど、資料がなくて困ったものなのでございますよ。なんせビデオがない時代だし、ムックなんて買うくらいならプラモを買うに決まってるじゃんねー。1983年にみのり書房から発売された、マクロスパーフェクトメモリーっていう、すんげー高い資料本があるのですよ皆の衆。ガンダムセンチュリーがファーストガンダムの聖典なら、マクロスパーフェクトメモリーはマクロスの聖典、準備校やらネタ満載のムックなのですよ。似たようなムックには、バイファムパーフェクトメモリーや、ボトムズオデッセイなんてのもあるんだよ。当時は、
1000円のムックでも高いってのが普通の認識だったんで、2800円もする本を買うやつなんて少なかったもんだけど、読んでないやつは、潜り呼ばわりされたものなんだい。この本には、スパルタンの準備校みたいな機体も載ってるわけですよ。キットのパッケージを見ればわかるんだけど、マーク2って書いてあるよねー。どこぞの兄貴が作った、マーク1だかプロトタイプっぽい作例が模型店に飾ってあったことがありまして、珍しさに、ガキンチョが群がっていたもんでござりまする。この手の作例がまだまだ少ない時